ショート完了空手道に正解の中島です。今回は打ち回し蹴りを行いたいと思います。打ち回し蹴りです。実際に試合では接近戦、その時にとても有効な蹴り方になってきます。打ち回し蹴り、初めて聞く方もいらっしゃるかと思います。どのような蹴り方かというと、抱え足、少し体の内側の方に持ってきます。このまま足の甲の部分で相手を蹴ります。このような形で持ってきます。相手に立ってもらって行いたいと思います。何かの感じで接近したとします。このまま前蹴りのような形で足を抱え込みます。そのまま足の甲で蹴ります。反対側の足でも蹴ってみたいと思います。このままくっついて、K 先生にも蹴ってもらいたいと思います。 K 先生はこの打ち回し、今回初めて蹴ります。今回初めて蹴ってもらいましたが、形はしっかりできていると思います。ですので数をこなせばしっかり蹴れると思います。上段の蹴りですので、ポイントは3ポイントになります。きれいに決まれば3ポイントとなりますので、大きなポイントとなると思います。蹴るポイントです。まず抱え足です。しっかり高く抱えてください。一番初めにも言いましたが、体の内側から蹴りますので、半円を描くような形で蹴ってきます。接近戦の蹴り方は回し蹴りや裏回しが主流ですが、この内回しもあるということを覚えておいてください。マスターズ世代の方、回し蹴りや裏回し上がらない方いらっしゃると思います。この蹴り方は上段の前蹴りが蹴れれば蹴れると思います。チャレンジしてみてください。一つ注意があります。膝をひねったりしますので、膝の怪我など十分注意をして練習をしてください。